瓦け、土器は土を練り固めて成形し、焼き固めることで仕上げた器である。土器とは一般に態度が露出した状態のいわゆる素焼きの状態の器であって、磁器のように化学変化を起こしてガラス化していないため粘土の不透明な状態がそのまま残っているものを称している。講義には陶磁器も土器に含むことができるが、一般には粘土を釜で焼かず。 の焼きの状態で700摂氏900度の温度で焼いた器のことを指し、区別することが多い。この場合、の焼きを行う穴を、焼成口と呼ぶ。また、古墳時代より製作が始まった、日本の素液のように釜で焼成したものであっても、態度として使用された、本来の粘土の性質が露出しているため、陶器とみなしえないものも瓦畑に含まれる。この場合、素液は、 糖質土器として位置づけられている、朝鮮半島でも糖質土器の表現を用いる。河原家の木壁の内部には、気候が多く残っているため、糖水性が著しく、陶磁器と比べて比重が軽く、態度の密度が小さい。したがって、脆くて壊れやすい。中国厚生省の洞窟遺跡で、世界最古と思われる2万年前の土器が見つかっており、 北海道の大正遺跡群の調査によって土器が最初に料理に使われたのは1万4000年前であるとされている。河原家の出現はオーストラリアの考古学者ビア・ゴードン・チャイルドによれば人類が物質の科学的変化を利用した最初の出来事であり物理的に石材を打ち替えて作った石器とはまたなる人類史的意義を有している。ことに日本にあっては それが煮滝のために用いられたところから小動物の狩猟に依存していた生活や自然の恵み、植物の実、根、貝、鳥獣、魚に依存する食料を最終生活ではあまり瓦家が使い入れなかった。彼らの中で比較的低重する傾向を持つ集団が土器を使った。瓦家を使用することによって加熱による悪抜きや煮沸、煮滝が可能となった。 日本では、どんぐりくりなどの喧嘩、好み、貝類を含めた、魚介類、山菜、根菜など、多種多様な動植物が食料として活用される、景気となって定住化が進み、各地で縦穴住居より構成される、縄文集落が形成された。生業として、採集や魚老が取り入れられ、沿岸部では土器を用いた塩作りも広く行われて、 広範な交易が行われるようになった。土器は現在でも世界各地で実用民具や土産物として製造されている。日本でも素焼き鉢やテラコッタなど園芸用品として利用されている。土器はメソポタミア、インダス、コーマ、ギリシャなどの各文明で見られるサイモン土器のように彩色される場合もあるが、この場合、彩色具は あくまでも表面を再色するのみであり、釉薬、上薬、または釉薬のように態度を覆ったり、透水性を変化させたりなどの物理的、科学的な変化を器本体にもたらさないことを前提としている。ただし、その区別は微妙であり、メソアメリカで五個天気に見られる光沢のある釉薬が、かかったような小整の良い器であるプランバイト、ウェアを鉛誘導器と呼ぶ場合などもある。 川原家に残された痕跡を観察することによって、その製法を復元することができる。縄文土器や弥生土器においては、土器が、和積みによって作られていることは、土器面に残された和積みの痕跡や、粘土紐の合わせ面に沿って割れた破片の断面、などによって確認することができる。それに対し、素液や糖質土器はろくろを用いて作られたことが、ろくろ台からの切り離し痕跡。 糸を使う場合とヘラを使う場合があるや、ドキ面の死ト根などによって確かめられる。一般に、ドキは、という工程を経て作られる。破損した時の接着剤として、漆やアスファルトその他が用いられる場合がある。アスファルトは、日本の縄文時代においては、秋田県沿岸部の油田地帯産のものが、北海道南部から東北地方にかて広く交易されていることが、確認されている。 計算子を主に香りないと、つまりアルミニウムの計算子を加熱すれば不可逆的に水産元が還元されて水分が奪われて立体構造が変化する。また世間を摂氏573度まで加熱すると結晶構造が変化することで体積が膨張し冷却によって収縮する性質を持っている。河原家とは加熱によって強度を増すことを目的とした。 主に蒸気二つの物理化学的変化を応用した焼結物である。乾燥させた粘土を加熱すると、残った水分が蒸発した後、香りナイトが還元され、摂氏573度で石英の結晶が変形して、全体が膨張する。さらに、香りナイト以外の計算使用の還元が進んだ後、冷却することで石英の収縮によって全体が締まって強度が高められて、 焼結が完了する。土器は、石英のガラス化が始まる前に冷却してしまうので、空気や水分の抜け穴や微細な隙間が数多く残った、比較的大穴質な素材と言える。土鍋や湯飲みの使い始めにお粥を煮たり、入れたりするのは、水漏れ防止のために、これらの穴や隙間を、澱粉の粒子で塞ぐ作業に相当する。北京大学、米国などの研究チームが、 世界最古、約2万年前の土器片を発見したと発表。場所は、中国、厚生省の洞窟で、調理に使用されていたと見ている。日用品として使用される土器は、時期によって、用途や、成形技法、形状が変化するため、形式学的研究がなされ、時間を計る物差しとして、考古学上の変年の指標や、研究の対象とされる。 日本において、総医学的研究法を用いて、一つ一つの土層、地層から出土した土器の変年研究を粘り強く進めたのが、山内清、八万一郎、河野伊佐村であった。それは1920年頃から始まり、1935年頃には、縄文土器の変年の見通しが立てられ、1937年、山内清による全国的規模の 山内変年表が発表された。大木重式、中期、カソリ B 式、後期、ダドカ宗式、早期などの形式名は、発掘調査を行った遺跡から出土した土器に、その遺跡の地名を取って名付けた。例えば、大木重式土器とは、宮城県七ヶ浜町の大木囲い貝塚から、出土した土器を古いものから順に数字を付したものである。大規模な遺跡では、 広い調査区に、いくつかの種類の遺物や遺構がこうにあるため、調査地点を細分する必要がある。カソリビーシキドキとは、千葉市のカソリカイズカビーチ店湿度の土器を標準として、名付けたものである。タドカソウシキドキは、横須賀市のタド遺跡の総意が命名の由来となっている。このように、土器形式名は、総意学的研究を土台としており、形式命名の元となった遺跡を標識遺跡と、 呼んでいる。この手法は、弥生土器、弾き、末期の分野における土器研究でも応用された。また、土器は、態度中の岩石や、鉱物の蘇生と湿度周辺地域の地質を比較すること、態度分析によって、在地的な瓦家であるか外部から搬入されたもので、あるか産地を推定すること、産地同定が、ある程度可能であり、土器製作集団の活動や移動を示す。 大きな指標にもなっている。態度分析、産地同定ともにデータの増加に伴い、精度は近年、格段に向上している。河原家の年代は、今ではおおむね炭素14年代測定法が受け入れられている。世界各地、日本や東北アジア以外では、土器は当初より貯蔵用土器が古く、多くの場合、濃厚。 農業の始まりと結びつけられて理解されている。時代によって、生業や生活様式が異なることから、単純に形態から用途を類推することはできない。縄文土器は、当初に滝の道具として生まれたことが、土器の表面にこびりついた鈴状段下物や吹きこぼれの痕跡によって確かめることができるが、その多くは深鉢の形状を成しており、これら深鉢型土器は、 縄文時代を通じて貯蔵、場合によっては、子供用の墓、土器館など多用途に用いられ。それに対し、稲作農工が本格化して、米流食が普及すると古式、鍋、亀などが、炊飯や煮炊き具として普及し、とも根用ないし食器として腕が登場する。ただし、亀型の土器は、縄文時代より、すでに液体などの貯蔵用として用いられており、弥生時代には、 棺としても用いられており、ここでも、やはり形態と用途との対応は、一義的ではない。用途に関しては、射伏用土器、貯蔵用土器、共混用土器に大別されることが多い。日本列島においては、縄文時代より海水を煮詰めて塩を作る、聖塩土器があるが、これは射伏用土器にあたる。塩は盛んに内陸部に運ばれたであろうと思われる。 射沸用土器があることで、生水ではなく射沸した水を飲料に供給できたことは、中毒症の罹患や感染症の蔓延を防ぎ、人々の定住化を大いに促進させたものと考えられる。原始、古代の遺跡からは、通常の土器よりもサイズが小さく実用に適さないミニチュア土器が出土する。再使用、または、玩具との説がある。歴史的には、 原始的な陶磁器が土器である。日本では縄文土器や弥生土器が有名で、弥生式土器の系統は古墳時代以降弾器きに受け継がれる。大陸より西方のもたらされた末器が支配者階級に好まれたのに対し、弾器きはより一般的な容器として広く用いられたが、後に独特の意義を認められ、中世では河原家として主廃として用いられた。 現代でも一部の神社などの祭祀でご神種をいただく、祭の使い捨ての主配として残っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。